ラテ TV 始まるよ。イエーイ、イエーイ。はい、というわけで今日はなんと制服でございます。同じ学校じゃないけどね。はい、今日の企画は筑波の中身紹介です。イエーイ。ここに筑波があります。じゃあ最初はゲージ、はい。負けちゃった。じゃあ、ゆうかからいきます。はい、これは本当に学校に持ってってます。学校はリュックじゃないとダメな感じの学校で、キーホルダーとかダッフィーなんですけど。かわいい。ありがとう。みんなここになんだかんだ好きなキーホルダーつけてます。これ、こことめっちゃポケットある。そうそうそう、めっちゃ便利。ここポッケがあって、中にも2個ポッケあります。あと筆箱から、筆箱の中身紹介したと思うんですけど、その時は小学生で結構だいぶ変わってきてます。これがハートです。チャック、撮影に来た時に売れました。メタリックっぽい筆箱です。2号の。そう、キラッキラ。多分雑誌の付録。そう、銀好きじゃん。そう、めっちゃ銀。水筒。これは原宿で買ったやつだ。そう、原宿でみんなで4人でデートした時に買いました。ここね、開けたらなんか水筒2個買ったんですよ。なんかそれ、あれコップみたいな。え、でもだってストローついてたもん。確かに水筒みたいな。なんか変な形の虹のやつにストロー刺さってて、こうやってなんで水筒飲み物入れるものにこの顔だろう。可愛くて買っちゃったって。ここはストローで。中高生好きで、そう、ユニコーン大好きで、 TikTok のアカウントにも紫のハートと虹とユニコーンがあるんですけど、全部揃ってます。ファイルはこれです。下敷き。これはテスト対策の時だけこれ使ってて、見た目パズルで可愛いのと、この辺にページとか日にちとかタイトルとかサブタイトルとかかけて、めっちゃ便利なノートです。だからテスト対策に使ってます。あとハンカチ、友達にプレゼントしてもらったハンカチなんだけど、ここに姫かの H イニシャル入ってます。気持ちいいね。本当だ。気持ちいい。ジュタみたい。それな。それな。次、ポーチです。ポーチ一つ目は目薬です。花粉とか物もらいとかいろいろ目になっちゃってて、目薬3つ持ってます。すげえ。そう、福祉なんですけど。あ、持ってる。これマジ、私いつものバッグに入れてる。マジ便利だよ。ペペペって使う。クシとブラシが同じなんです。そう、これはもういろいろ、すごい乾燥唇とか乾燥肌とか乾燥しやすい体質で、なんかこれがもういろいろ使った結果一番良かった。エチケットブラシで、私最近鏡割れちゃったんですけど、ここに鏡があって、めっちゃ便利です。で、これなんだっけ、どこだ、これザ・ボディショップ。ピンクグレープフルーツの香りがするハンドクリーム。そう、使う。いや、あー、めっちゃいい匂いする。マジ。次はこれなんですけど、これ皮膚科でもらった薬なんですけど、結構乾燥レベルじゃないんですよ、怪我レベルの乾燥。こことかも乾燥でした怪我、それで薬持ち歩いてます。で、ポーチはピンクラテとフィラのコラボ、原宿限定。そう、4人お揃いのやつですね。以上ですね。次、ゲモちゃん。はい、次は私のスクバです。めっちゃ可愛いピンクラテ。はい、これは中学入学するときに買ったスクバで、ピンクラテでございます。おー、すごい。なんか拳サイズのキーホルダーを1個までっていう校則で、私はプーさんをつけてます。めっちゃ可愛い。でもね、汚いの、本当に汚いの。でも近くで見ないと分かんない。なかった。で、ここには学生証が入っているカードケースがあります。私の学校は指定のバッグ、リュックみたいのがあって、その指定のリュックの中に教科書とか文房具とかは全部入れてるんで、この中はなんかオプションみたいな感じです。うーん、はい、まず筆箱。筆箱は私も買えたんですけど、あの2号で買いました。おいしょ。で、M のやつ。お、イニシャルだ。そうそう。はい、次メガネ。メガネ、中で、うん、うちメガネ。見たい。え、めっちゃ似合うんだけど。
なんか優等生っぽいね。そう、これは授業中はかけてます。で、メガネケースが無駄にでかいんだけど、かわいい、無駄に大きくて、これはでもお花柄でかわいいから買いました。はい、次ポーチかな。ポーチ、プーさんです。これはですね、3年前に友達にお誕生日プレゼントでもらったポーチです。ありがとう、大好き。中身は一種花セレブですね。で、絆創膏と油取り紙と、これがケイトの CC リップみたいなやつで、ちょっとね、みんなつけてるし、ちょっとほんのり色づく程度なので、これは学校のリップにおすすめです。おすすめリップ。で、これは乾燥しちゃった時につけるジェルスチュアートの、あ、一緒かもしんない、ほんと、おそろい、うん、多分持ってる。で、これがバラの形をした手鏡、シャンピーで、エチケットブラシ、オリーブでオリーブってやつ、謎のピンが1個。あ、しかもプーさんの入れ物、ほんとに置いてきたのが、ほんとに学校に持ってってるやつそのまま持ってきたから、なぜかピンが1本入ってる。で、コーム、これがドーリーウィンクっていうところのハンドクリーム、めっちゃいい匂いするの。え、マジ？あ、ありがとう。読書の本、これはなんかお兄ちゃんが読んでたから、それを借りてみました。これなんかこんなのもう2ページぐらいだけちゃうわ。で、参考書がペッて入ってます。やっぱ受験生だから勉強しなきゃいけなくて、タワーが入ってて、これがなんか 丸覚えができないので、ちゃんとなんか理屈みたいのが分かるように、こういう参考書です。で、マスク、これは体育の授業の後に拭くやつ。おお、カップさん発見。ゆめか、これのシンデレラ持ってる。またプーさん発見です。あー、これプリンセスしかないと思ってた。ほんと？プーさんもあるんだよ、これ。めっちゃ可愛い、ほんと好き、ゆめか大好きだよ。日焼け止めです、これおすすめ。で、上靴袋、金曜日に上靴を持ち帰るために入れてます。で、ここに家の鍵です。マイマイラちゃんです。終わりです。どうでしたか？本当にこれはなんかピンクラテだから買ったとかじゃなくて、使いやすそうで、なんか一番シンプルだから買った、たまたまピンクラテだったんですよ、うん、やっぱりピンクラテは3年前からいいのあったんだよ。ピンクラテめっちゃ好き。うん、アイラブピンクラテ。はい、というわけで、つくばの紹介は以上になります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。